ールどうしてるかな。当時キリスト教はその信仰も布教も一切認められないという厳しい掟があった。信者であることが分かり転校を誓わなければ貼り付け火あぶりの極刑にされたのである。従って信者たちは文字通り地下に潜って祈りを捧げたのであった。気にしたんだ。そうか、取り締まりが厳しいので地下に隠れてお祈りをしているのか。でもおいらとは関係ないや。誰か来る。あ、こっちへ向かってくるぞ。代官所の回し者かな。サスケはキリシタンたちには恩も恨みもなかった。だが共に徳川の権力に押しつぶされる被害者なのである。サスケの権力に反抗する血がこの怪しい男を見逃すわけにはいかなかった。風よ吹け吹け嵐よ吠えろ逃げ道ないぞ。サスケ覚悟。おおおおおや一歩に金額でサスケなかなかやるな。あ、消えた。どこを見ている。ここだここだ。あ、手裏剣が効かない。こっちだこっちだ。ポこぞう見届けたか。忍法ボロ影。ん、邪魔が入ったか。こぞう、また会おう。あ、待て。
追うな。その声は。久しぶりだな、サスケ。おお。どうした、サスケ。わしだ、幻ではないぞ。ここまで頑張ったな。父ちゃん、おいら。何も言うな、サスケ。これからもっともっと修行をするのだ。今の戦いもなかなか立派になってきたぞ。それじゃ、さっきの日は父ちゃんが？ひどいや、黙って見てるなんてひどいや。いや、お前に危害を加えるわけでもないと知ったから見物させてもらったのだ。あの男なかなか見事な手際だったな。それにしてもおぼろ影を使うとは、あやつただものではない。サスケ、わしは 4,5 日前からあの村に落ち着いているのだ。どうして？わけはいずれ話す。だがここはキリシタンの隠れ村だということを忘れるな。そうか、やっぱり。おいら、さっきキリシタンが集まってお祈りをしてるホラー穴を見つけたんだよ。サスケ、その場所を誰にも喋ってはならんぞ。大丈夫だよ。徳川幕府にいじめられてるキリシタンは、おいらたちの仲間と同じことだもん。ところで父ちゃん、今度の家住み心地いい？ああ、とってもいい。とってもな。どなたですか？私です。ただいま戻りました。まあ、大猿様、しばらくお待ちください。今開けます。あれ、父ちゃん一人で暮らしてんじゃないの？ああ、このうちに厄介になっているんだ。お帰りなさい。あまり遅いので心配しておりました。あら、こんばんは。まあ、わしの息子でサスケと言います。若菜と申します。お父様にはいろいろとお世話になっているんですよ。娘のカオルです。かわいい坊やね。よろしく。どうした、サスケ。坊やじゃないや。おいらもう一人前なんだ。ち、何がおかしいんだよ。だいぶたくましくなってきたな。さあ、サスケ、上がろうか。うん。父ちゃん、久しぶりだね。こうしてゆっくりできるの。そうだな。サスケ、お前お母さんが欲しくないか？うん？どうしてそんなこと聞くの、父ちゃん。ん？いや、別にどうってことはないがな。お前寂しくはないか？おいらには父ちゃんがいるもん。寂しくなんかないよ。そうか。いいお母さんだったからな。うん、そうだよ。日本一の母ちゃんさ。綺麗で、その家優しかったし。大輔さん、お茶が入りましたよ。いや、どうもすみません。まあ、綺麗なお月様。父の大猿は一体どこでこの親子と知り合ったのだろう。それにこの慣れ慣れしさはどうだ。サスケの胸にカチンと突き当たるものがあった。
捜索、間違いなく切りしたんだろうな。へえ、絶対に間違いないです。地下の洞穴に入る入り口もちゃんと見つけてありますだ。よし、かれ、待て。ん調査、貴様仲間を撃ったな。わ、おめえは化け物だ、ただ切ってしまえ。天にいまします、我らの父よ、願わくば皆の尊まれんこと。ハウロー様、おくん、お、無念だ。いかがでした、大官所の様子。ここはもう役人に嗅ぎつけられましたぞ。へえ、まことですか。はい、もはや神にすがるだけでは役に立ちもさん。拙者が何とか方法を考えましょう。無念殿、感謝いたします。で、あなたに村人を救う良い策ありますか。はい、拙者にお任せください。先日佐助と戦った編笠の男はキリシタン探索の役人たちをことごとく切り倒してしまった。おぼろ影という不思議な術を使うこの男、名を無念という。しかし一体何者であろうか。父ちゃん。ん？なんだ？若菜おばちゃん、前から知ってたの？ああ、わしが旅先で病気になったとき、大変世話になったことがあるんだよ。そう。どうしたのだ、急に。父ちゃんは、今でも死んだ母ちゃんを思い出すことある？そりゃあるさ。だが、どうして？いや、そんならいいんだ。あの子はまだ死んだ母親のことが忘れられないのです。折を見てよく話し合ってみるつもりだ。分かっております。まあ、私に任せておきなさい。大輔さん。まだ死んだ母親のことが忘れられないのです。ん？どうした？ちょっと指を。これはひどい。手当てをしましょう。助けの胸には言いようのない怒りが渦を巻いていた。亡き母以外の女に心を移している父親の姿がたまらなかったのである。サスケ、サスケ、サスケ。なぜこんとなく
なんだ、こんなところにいたのか。怒っているのか。父ちゃん、父ちゃんは母ちゃんのことを忘れてしまったんだね。いや、そんなことはない。嘘だ、忘れてしまったんだ。忘れてはおらん。それじゃ、なぜだい。若菜さんのことか。わしは若菜さんを愛しているんだ。それ見ろ、やっぱり母ちゃんのことは忘れちまったんだ。忘れちまったんだ。サスケ、わしは死んだ母さんの思い出とは別に若菜さんを愛しているんだ。これは今のお前にはわからないかもしれない。しかしお前がこれから大人になり、人を愛し、やがて子供を持つようになればわかる時が来る。いやだいやだ、ほら、わかんなくてもいいよ。父さんは若菜のおばさんならお前の母さんにふさわしい人だと思ったのだ。おいら、新しい母ちゃんなんていらないよ。いるもんか。おいらの母ちゃんは一人だけで、一人しかいないんだよ。サスケ、屋根の上だ。おお、変わり身。どこを見ている。こっちだ、こっちだ。おぼろかけ。待て、無駄だ、やめろ。お主ら、こうなものだな。甲賀に恨みのあるものか。恨みがあると言ったらどうするかな。サスケ、後ろだ。参った、拙者の幕だ。何故わしらを襲った。それにお主は何者だ。申し訳ござらん。拙者無念と申すキリシタンの者。お主らの腕を試したのでござる。別に敵意あってのことではござらん。腕を試すとは一体どういうことだ。実は折り入ってお願いがござる。何、わしらに願いと。はい、実はこの辺りの村はほとんどの者がキリシタンであることは貴殿も先刻ご承知のはずだ。知っておる。それで。それを大官所の役人が嗅ぎつけたのでござる。キリシタンが捕らえられれば必ず火あぶり。そこでなんとかこの村を脱出させたいのです。しかし村人は全部で100人もおるぞ。はっ、ですから拙者一人の力では到底お呼びもつかぬこと。なんとかお力をお貸し願いたい。お願いいたします。何とぞ。
手をお上げなされ。それではお力添え願いますか。考えましょう。かたじけない。感謝しますぞ。すでに大官所の監視の目が光っている中で、いかにして100人を超える村人を脱出させようというのか。新しい母のこと、そしてこの難問、一体いかにして解決すればよいのであろうか。